長からじゃあビヨンドをやっていこうかなと思います。これさ最低でも難易度10ってことだよね。フューチャーが9プラスだったもんね。やっていきます。しかもなんか今回全曲11節があるらしいんだよ。だから11か。この音好き。この重い扉みたいな音。なんか難易度順にすると全部11のところにあるから11らしいんだけど、めちゃくちゃ普通に10プラスだったわ。わすごい、めっちゃ上から来てる。あ、いいね、このビヨンドのこの感じ好きだわ。画面全体使って演出できる感じかっこいいね。これフューチャーだとできないもんね。このなんか上の方行ったりとか、すごい横の方行ったりとか、ほら今のめっちゃ上の方からあえてノーツが来るみたいな、なんかかっこいいねこの演出が。いやこれすごいよ、この曲本当に好きだ俺。な結構ね、あいいね、そういうこともしてくる。あこれ右手で撮るしている、この青色のノーツ、これわかる、この気持ちわかる。なんか2本指とかで頑張って逆手にして撮ったりすると美しいんかもしんないけど、こういうのね余裕で中指とか使っちゃうタイプなんだよね俺は実は。いやこれマジかっこいい。あそうなんかね、コーラスがねリサユズキッチしてらしいんだよね。でここめっちゃ曲あれに似てない？ブラックオアホワイト、わかる、ボルテのあれに似てない？ドゥク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 、めっちゃかっこいいのここ。ブラックオアホワイトみたいな、まあ、作曲者一緒なんだけど、なんかその新しいことすんねんで。いや譜面かっこよすぎない？でこれ何結局このノーツ、ちょっと待って今気づいたんだけど、あのノーツ影とむちゃくちゃ、影と話違うやん、なんか影と合ってなかったんだけどこの世界の影は何、偽りなの？かっけえ曲でもさこれさ、もう正直作曲者ってこれもボス曲のつもりで書いてないの？このブラッキーとユーと白丸はだって こんなんもうボス曲の体で書いて、これボス曲の体なのに、3人集まってボス曲の体なのに、まさかのボスの前座の前座の前座みたいな扱いになってるとは思わないだろうね。しかもいや本当にすごい今回のパック、クオリティが全体的にかっけえ。マジで曲がかっこよすぎる。いやしかも譜面もいいね、かっこいいね。あでもちょっとこれカラッコよりむずい説あるわ、普通に譜面点数いくつぐらいなんだろう。えこれ1曲目なのにビヨンド、もうこんなレベルなんだ。あマジか。あなんかすごい、バスケしようよ。なんか言ってたの今リサユズキさんのボイスで。これリサユズキさんあれされてないけどね、フューチャリングリサユズキみたいなの書いてないの、マジ豪華なんだ。もうそこがもう声ネタみたいに使ってるのがマジで豪華、本気すぎる曲が。せっかくバスケしようよって言ってくれたのに、なんつってたのあれさっき。なのに、ね、全然なんかあれになってる。ちょっと待って、カラコより絶対これむずいわ。俺カラコ38時間ぐらいやってる人から言うけど、これ絶対カラコよりむずいわ。いやマジで本当に、いやマジか、これ1最初の曲これか、ビヨンドの。いやこれ幸先悪いぞこれ、だって最初からもうギリギリ、これだって完走できるかできないかぐらい。あできたわ、できてないわ。えそれいいじゃんもう終わりじゃないの今の曲、いいじゃんもうそれは終わりで。いやマジかむず、あいいねこの13っていう数字好き、これ素数好きなんだ、わかります、これ素数ですよね。ちょっとなんか額がないのが悪いですね、これどうすればいいんだろう。もう一回できます、できますね。ちょっと解放だけしようかな。いや楽しいわやってて、この始まりかっこいいわ、このノーツの始まりが。あでもあの2回目だからね。てかさ俺結構あるある言っていい、これ俺だけかもしんないんだけど、音ゲーあるあるみたいな感じで言いたいんだけど、もう初見の時が一番、じゃ初見の時が初見2回目より初見の時の方がうまいんだよね俺結構。わかるこれ集中力の問題かな、なんか油断してんのかな。なんか俺1回目が3番目ぐらいにうまくて、で2回目が2番、ちょっと何言ってるか分かんないけど、もういいや。だから、ね、初見が一番下手で、あ一番うまい、もう一番、もうこの話やめます。でこの話もちょっと分かる人だけいたら、ちょっともうコメントで分かる、それだって書いておいてほしい。普通にドゥク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 、ここめっちゃかっこいい曲が本当に、はぁー曲がかっこいいね、声がせー言うとるやん曲がこれさちょっとでもなんかこのリサユズキさん目線だとちょっとじわるよねこれだってフューチャリング、まあ書いてないからいいんだけどさ、白丸とかこのブラッキーからリサユズキさんせー言うてください言われてるってことでしょこれちょっとなんかこれじわるよな、これ収録風景がじわる。すいませんね、あのちょっとあんまバカにしてないですよ別に、もうかっこいいからいいんですけど、ちょっと想像してしまうとちょっとじわってしまう、どうしてもごめんなさいね。もうほらなんか2回目の方がなんか俺下手なんでね、なんか1回目より2回目の方が下手で、で3回目が1回目よりはうまいみたいな
けど2回もう今なんかねそんな感じなんだよ、ね、なんかこの感覚は苦労していねえかな。いや楽しいこのランダ系の譜面、やっぱこれよなアーキアって言ったら。もうプロセガやめようかな。もうプロセガやめますまあ実質やめたみたいな感じで、これさ結構救いなのがさ、今回プロせっかく全然アップデート来る予定がないんでね、だからさもうしばらくアーケの動画がずっと出せるっていう、そこがマジ救いすぎる。いやでもね毎日出してるんでね、ちょっと毎回あそこはファートになる。で結局あのノーツは何なのか未だによく分かってないという、もう僕の予想的にはなんか最後の曲とかになんか関わってくるんじゃないかなと思うんだけど、何なんだろうあのノーツは、なんて言うんだろうあれ、スカイノートなんて言うのあれ、かっこいいですよね、なんかあの四角いやつ、影の形が嘘なんだけど完全に。いやちょっとボロボロだけど、精度は悪いけど、いやでもここだよなさっき、ほらここ行ければなんとなく行ける気がする。ちょっとさすがに感想だけはさしてもらいたいわ。ちょ自称ランカーなんで、それも顔が立たないランカーとしての、いやマジで頼むわそこだけは。なんかね最後の方なんかちょもういいって、これはこの流れもいいじゃん、2回連続この流れはいらんて。いや頼むわ。あいいねこの27っていうこの素数好きなんですね。いやーちょっともう一回やんのこれだるいな、ちょっとそろそろ腕疲れてきた、ってか汗かいちゃうわ、汗ばんじゃうわ。いやこれね相変わらずこの上から降ってくる感じがかっこいい。これさ何もしずに放置したら何パーぐらい溜まるんだろうね。これさ初心者でも解放できるようになってるのかな今回の、もうさすがに。なんかアーキア意外とあれだよね、譜面自体はなんかむずいの多いけど誰でも挑戦できるぐらいにしてるよね。なんかその最強ストロンガーがちょっと条件がうざいかなぐらい、なんか赤ポテの人とかいたらなんかちょっとかわいそうだみたいなとこあるんだけど、なんか他のゲームって実力がないとそもそも参加できないみたいな、そのなんかその曲に、だけどアーキアそういうの意外とないよね、それがかっこいい。でこのリサユ好きの何このラスボスか、でもラスボスじゃないね全然これ、マリオでいうとワールド3ぐらいになってるこれ、普通にワールド3のクッパ城みたいな。 DS のマリオで言ったらあいつだよ、あのプクプクのあのトゲトゲのあいつ倒すぐらい。いや本当に DS のささくれの曲があれだな、あの雪のステージのあれだな、これめっちゃかっこいい。このノーツマジでかっこいい、エフェクトがマリオの DS 普通にやりたくなってきた。ちょっとごめんなんかこのゲームしてた、ま、なんかマリオやりたくなってきた普通に。いやいいよねこのなんかボスっていうシステムかっこいいね。いや曲マジかっこいいよ、これ何度でも聴けちゃうわ。ちょっと今日なんかさすがにあれやろうかなと思ったんだけど、なんか他の曲1曲ぐらいなんかワールドモードのやつあったじゃないですか、あの辺やろうかなと思ったんだけど、ちょっと今日なんか回帰に時間がかかりすぎてギリギリなんかやらなくても8分いけそうな感じがする。8分にはしたいからね動画時間さすがに。いやうまい、ほら言ったでしょ、これさ2回目がそんなにうまくなくて3回目がうまいんだよ。いやそんなに別にうまいほどうまくはないんだけど、まあ1、2回目と比べるとうまいみたいな。3回目がこれあらね、あら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 ね、ちょ、ろれつがすごいな。いやすげえマジでかっこいい曲が、あそういえば今日七夕なんですよ、これ動画上がってるの七夕かどうかわかんないんだけど、バスケしたこれなんて言ってんだろうねこれ。これさだってこれさ結構なんかクランキーの曲とかコンフリクト とかそうなんだけど、これなんて言ってくださいって作曲したからあれが来てんだろうね。なんか適当に何か言ってくださいって言われてるんだとしたら楽じゃん。なんかだけどなんか何を言わされてるんだろうねこれ、なんて言ってくださいって歌詞とかあったら気になるけどね、ちょっとじわりそうだけど。いやここね、ここマジむずい、これカラコ38時間やった人が言うけどマジこれ本当にむずいからね。ここもうさすがに行きたい、いやここがマジ、いやそこがむずいよね。で最後はもう離さない指を、うわっごめん、あ今回はいけるんだ意外と、あ一番自信ないけど今回は意外といけるっていう。あーよかった、3回目でなんとかいけたわ。ちょっともうこれ俺そんなにうまくない説が出てきた最近自分のことが、まあ、ちょっと喋ってるっていうのもあるんだけど、ちょっと道のり長ここで10プラス来てんの、いやささくれも10プラスでその他合作が11とかなんじゃないかな、で一番下が11プラス説ある、怖っ、まあ、とりあえず次回お楽しみに、ご視聴ありがとうございました、次回ささくれやめます、さよなら、バイバイ。